今シーズンとたくさんの応援ありがとうございました。全日程が終了しました。今シーズンはコロナという状況で大変なこともたくさんありましたが、皆様の応援やサポートのおかげで全試合無事に終わることができました。チームとしてはリーグ7位、皇后杯はベスト16ということで、私自身もチーム全員みんな悔しい気持ちもあると思うんですけど、まあ、いい形で結果として恩返しできなかったのは本当に残念ですが、皆様のサポートのおかげ、支えがあったから今年はやっていけると思います。コロナもどういう状況かわからないですが、今後も大和シルフィードの応援よろしくお願いします。今シーズンも応援たくさんの応援ありがとうございました。今シーズンはコロナがすごくこうしてシーズン中断とかってなったんですけど、応援の仕方も今までと違ったりとかして、実際自分こっち今シーズン来たんで、その応援の声っていうのは聞けてないままなんで、そのラインダンスとかみんなが言ってるのがすごく気になっているので、またコロナが終わってこう声を出したりっていうことができるようになったら、その勝利のラインダンスを踊れるのを楽しみにまた頑張っていきたいと思うので、来シーズンもぜひ応援よろしくお願いします。今シーズンはこういう状況の中、たくさんの応援だったりリモートでもたくさんこう見てくださったりしてありがとうございました。来シーズンもまた今年よりも順位を上げれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。この度は、プレスリリースも出ましたが、今シーズンをもって引退することを決断いたしました。今シーズンを含めこれまで大和シルフィード、そして私を、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。私は引退してしまいますけれども、この大和シルフィードを大好きな気持ちは変わりませんので、これからもこのクラブをよろしくお願いいたします。またどこかで必ず皆さんにお会いできることを楽しみにしています。特に今今年はコロナの影響もあって本当に難しいというか想像もできないようなシーズンだったんですけど、そんな中で1年間戦い切れたっていうのは自信にもなりましたし、その中で皆さんが応援してくれたっていうところでこう1年間頑張ってこれたっていうのがあったので、本当に感謝しています。ありがとうございました。今シーズンも、たくさんの熱い応援ありがとうございました。今シーズンはコロナウイルスの影響もあって、無観客試合から始まって、有観客試合になって、たくさんの方々に、有料試合にもかかわらずスタジアムにお越しいただいて本当にありがとうございました。こうして私たちが、何不自由なくサッカーできるのも、たくさんの方々の支えがあってのことなので、今とても幸せに感じています。今シーズン本当にいろいろあって最終7位という結果で終わってしまったんですけど、来シーズンはもっと上を目指して、今年よりいい順位に行けるようにみんなでこれから頑張っていきたいと思います。来シーズンも熱い応援よろしくお願いします。バイバイ。今シーズン大和シルフィードを応援していただきありがとうございました。自分は、今シーズンからシルフィードに来たんですけど、まあ、第一印象としては本当に賑やかなチームだなって思って、まあ、プレーしていくうちに予想通りで本当に仲のいいチームだったので、1年間本当に楽しく、プレーをすることができました。こんなに仲のいいチームだから本当にもっといい結果が出したかったし、出せると思っていたんですけど、7位という結果で残念ではありますが、大きく崩れることもなく、まあ、負けが続いた時もあったんですけど、その時も本当に、まあ、試合に出てる人はもちろん頑張ったし、それ以外の試合に出てない人たちが、
本当にサポートしてくれて、気持ちとして絶対にそういう時ってチームはバラバラになるところなんですが、その中でもチームのために尽くしてくれたメンバー外だったりベンチの人たちがいたから、このチームは本当に、いいチームだなって思ったし、自分自身も1年間このチームでプレーすることができて本当に良かったなって思いました。職場の方が本当に応援してくれて、試合が終わるたびに試合結果をチェックしてくれたり感想を言ってくれるので、それがすごく嬉しくて、毎試合頑張ろうって力になったし、職場の方にも本当に感謝したいと思います。スポンサーの皆様のおかげで本当に1年間何不自由なく、コロナがあった中でも本当に何不自由なく自分はプレーできたし、チームとしても、いいチームになれたなって感じるので本当に感謝しかありません。チルフィードがこれからもっといいチームになれるように、これからもご支援ご声援よろしくお願いします。本当に1年間ありがとうございました。今年はコロナ禍の中でしたが、応援ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。2020年度も大和シルフィードを応援していただきありがとうございます。今年は本当に誰も信じられないような厳しい状況が起こりました。そのような中で私たちもサッカーができるありがたさを痛感するのとともに、サポーターの皆さんの応援の力を改めて感じる1年になりました。今年のシルフィードはすごくまとまりのあるチームでした。他のチームからも、対戦している相手からさえもいいチームだねって褒められるような、そんないいチームでした。私の場合はキーパーコーチなので、ゴールキーパーの4人についてなんですけれども、田中選手が出場する機会はとても多かったんですけれども、美穂、霞、染め、他の3人のキーパーも毎日一本一本を大切にしながらやった結果がこのような、失点数が減ってる、原動力になったと思います。キーパーファミリーも、チーム全体も最高のチーム力でしたので、また来年度はチーム力が今度、得点力や、勝ち点につながるような、そんな1年になるようにみんなで頑張っていきたいと思います。本当に1年ありがとうございました。